風魔の小次郎最強ランキング1位から30位。30位、カゲロウ。龍馬と対戦するも龍馬の能力に圧倒され最終的に司教剣の前に粉々になった。29位、陽水。内側が鋭い歯になっている輪のついた鎖を操り敵の自由を奪う。28位、レイラ。武蔵に反撃するもなすすべなく倒された。必殺技は風魔シュレイエン。27位、ライデン。雷を操る能力を持ち落雷攻撃や電流を帯びた鎖を操り戦う夜叉。26位、アンキ。盲目ゆえに幻惑に惑わされることなく霧風の無限陣を見破った夜叉。25位、白虎。降雨に変装し柳生屋敷に潜入した変装が得意な夜叉。24位、黒獅子。夜叉八将軍の最大の巨漢な男。巨大な岩を投げつけるなど相当な怪力の持ち主。23位、ライエン。シモンに精神支配された神聖風魔一族。22位、シエン。降雨と戦い相打ちした炎の使いの夜叉。21位、降雨。羽を使う戦士。羽の色によってさまざまな技を使う昇竜の双子の兄。20位、シオン。小次郎が最初に戦ったカオス戦士龍馬の司教剣を逃れるなどサイキック能力は高い。19位、龍鳳。巨漢の風魔。さほど強い描写はないが風魔最強の五戦士の一人。18位、打者。正当な聖剣所有者ではないが聖剣雷光剣を使い小次郎と戦った。17位、アーサー。同じく正当な聖剣所有者ではないが聖剣始皇剣を使い小次郎と戦った。16位、ダビデ。またまた同じく正当な聖剣所有者ではないが聖剣十字剣を使い伊達宗氏と戦った。15位、昇龍。降雨の双子の弟であり風魔最強の5人の一人。必殺技は昇龍白雨陣。14位、三部康介。武蔵と並び立つ政治官最強の戦士小次郎を最初に苦しめた夜叉。13位、ムマ。一族唯一の精神支配者の天才であり能力も相当だがシモンに精神支配されていた。12位、シュラ。カオスの正統戦士大気を瞬時に氷結させる聖剣玄武飛翔剣の所有者。11位、ジャッカル。カオスの中では珍しく常に険しい顔をしたカオス正統戦士聖剣始皇剣の所有者。10位、シグマ。現代のコスモ正統戦士では一番の古株聖剣白狼剣の所有者。9位、伊達宗氏。小次郎が最初に出会ったコスモ正統戦士炎で全てを燃やす聖剣グレン剣の所有者。8位、オズ。カオスの正統戦士人たち当たれば相手を十文字に切る力を持つ聖剣十字剣の所有者。7位、ネロ。カオス皇帝の参謀であり雷神を宿した聖剣雷光剣の所有者。6位、霧風。霧を自在に操る相手を幻惑させたり少しの湿気であれば自身で霧を作ることができるため敵に回せば厄介な男。5位、龍馬。風魔の独眼竜といわれる石眼サイキックソルジャーであり超能力を使う聖剣聖乱剣の所有者でもある。4位、シモン。
最強の戦闘集団を持つことを夢見る男、新生風魔一族をすべて精神支配する超危ない男でもある。3位、飛鳥武蔵。龍馬と互角のサイキックソルジャーでありながら圧倒的な戦闘力を持つ聖剣黄金剣の所有者。2位、カオス皇帝。カオスに君臨する支配者であり聖剣鳳凰天武の所有者。皇帝曰く神に等しき力を宿した最も悠々しく最も神の力に等しい聖剣。1位、小次郎。本作主人公、群がり来る蜂を木刀一本で全部落とすほどの動体視力、反射神経を持つ所有者の潜在能力を引き出す聖剣風林火山の所有者。ご視聴ありがとうございました。